ベニントンはアメリカ海軍の航空母艦、SX 級航空母艦としては11番目に収益した。艦名はアメリカ独立戦争でベニントンの戦いが行われたバーモント州ベニントンにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目、ビッグ・ベン、ベニーの愛称を持つ。また当初より強力なアレスティングギアを装備していたので不具合の生じた。 艦載機の収容を任されることがあり、クリップルシップなどとも呼ばれた。ベニントンは1944年2月28日に、ブルックリン海軍交渉で浸水、メルヴィン・ジェイ・マー,ース夫人、小笠原諸島、沖縄、そして沖縄戦支援を行った。4月7日、沖縄水上特攻作戦により出撃した、戦艦ヤマト以下の水上特攻隊に対する、 空襲作戦に参加し、大和の撃沈に貢献した。6月4日、5日にベニントンは、沖縄本島沖合で台風の被害を受け、飛行甲板前方が悪壊するほどのダメージを負った。修理のためレーテ島に交代、6月12日に到着している。修理完了後7月1日に、レーテ島を出港、7月10日から8月15日に、 かけて日本本土攻撃に参加している。ベニントンは10月21日まで西太平洋における作戦活動を継続、日本占領支援を行った。9月2日、日本の幸福調印式典において、ベニントンの関西域は東京湾上を飛行した。ベニントンは1945年11月7日にサンフランシスコに到着し、 1946年3月にパナマ運河を通過バージニア州ノーフォークに向かう。大戦終結に伴う海軍の縮小に伴いエセックス級の多くが任務を解かれ予備役に編入されたがベニントンはその中でも最初に予備役となった艦である。ベニントンは不活性化オーバーホールの後1946年11月8日より保管状態に入ったが SCB-27A 改装により、ジェット機運用のための機内化を実施することが決定する。1950年10月30日より、ブルックリン海軍交渉で改装を開始、1952年11月13日に、クバ -22、艦渉変更の上、デビット B ・ヤング艦長の指揮のもと再就役した。再式典には、 ダンウェイキンボール海軍長官を含む1400名以上が参加し、RH ヒレンコーター海軍少将は、ベニントンを我が艦隊で現在最も近代的な空母であると語った。ベニントンの飛行艦板は43フィート延長され、8フィート幅が広げられたほか、艦板上から5インチ砲が撤去され、3インチ砲に変更された。 1953年4月28日、キューバ近海で爆発事故が発生し、11名が死亡した。1954年5月26日、ロードアイランド州ナラガンセット湾を航行中、カタパルトの爆発事故が発生、103名が死亡、201名が負傷する大惨事となった。ベニントンは修理のためブルック臨海軍交渉に向かったが、 そのまま近代化階層に入る。この SCB-125 階層は1955年5月に完了した。その後、ベトナム戦争に参加している。1966年の試作 V トール輸送機 XC-142 の実験任務、1967年12月のアポロ4号の回収任務への参加も特筆できる。 ベニントンは1970年1月15日に退役した。1989年9月20日に除籍され、1994年1月12日に売却、インドでスクラップにするため太平洋を牽引された。ベニントンは第二次世界大戦での戦考で3つの従軍政賞を、ベトナム戦争の戦考で4つの従軍政賞を受賞した。 ありがとうございます。